い、どうもホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。皆さん好きな調味料は何ですか？マヨネーズ、ケチャップ、コチュジャン、ポン酢、醤油、塩、ソース。世の中には数えきれない種類の調味料が存在します。そんな調味料の中で自分が特に好きな柚子胡椒を今日は作ります。それでは早速やっていきましょう。今日はこちらです。青柚子と青唐辛子です。今日はこちらの青柚子と青唐辛子を使って柚子胡椒を作ります。実は今動画撮影しているのは9月です。いろいろとタイミングがずれて投稿がちょっと遅れて柚子胡椒の旬を過ぎています。柚子胡椒とは柚子と唐辛子、塩を使って作る調味料です。一般的には青柚子と青唐辛子の柚子胡椒がメジャーですが、中には赤唐辛子と木柚子を使用したものなどもあります。胡椒と名前に入っていますが、一般的に皆さんが想像する胡椒は入っていません。胡椒とは長崎の方言で唐辛子を意味します。九州や柚子の産地の徳島、高知などでも製造されています。発祥は諸説あるようですが、大分県日田市周辺が発祥とする説や、他にもいくつか発祥と言われる場所があるようです。自分も昔大分に行った時にお土産で柚子胡椒を買ったので、大分イコール柚子胡椒のイメージがあります。柚子胡椒に似た調味料で新潟の寒ずりがあります。こちらも柚子、唐辛子、塩を使いますが、大きな違いは米麹を使用し発酵熟成させます。使っているものが似てますが、物としては全くの別物です。家庭で作ろうと思うと青柚子の収穫の関係で割と限られた時期にしか作れないです。それではまずは柚子の表面を水でよく洗います。同じく唐辛子も水でよく洗います。次に唐辛子のヘタを切り落とし、半分にカットし、種とワタをスプーンなどを使って取り除きます。唐辛子を扱う際は手袋をすると安全です。手に傷などがあるとかなり染みるので注意しましょう。種が取れたら唐辛子を細かく刻み、すり鉢に入れます。次に柚子の皮の表面をなるべく薄く削ります。あまり厚くなりすぎると白い部分が苦味が出るので気をつけます。こちらも細かく刻み、先ほどのすり鉢に入れて塩を加えて全体をよくすります。ここで少し柚子の果汁を足してもいいです。粗めの仕上がりであればすり鉢ですって清潔な容器に入れて、そのまま1週間冷蔵庫で置いてなじませます。すぐにも使えますが、少し置いた方が角が取れて食べやすくなります。さらに細かい方が好みの人はミキサーで細かくしてもいいです。柚子の落ち着くいい香りがします。それではこの柚子胡椒を食べてみましょう。簡単に鍋を作って食べてみます。島田の厳選だしを入れ、沸騰させ5分ほど煮てだしを取ります。だしパックを取り出し、塩で味を整えます。次に白菜に豚バラを乗せます。その上にさらに白菜、豚バラと交互に重ねて層にします。使用する鍋の高さより少し低いくらいの幅でカットします。あとは鍋に並べていきます。そこに先ほどのだしを注ぎます。あとは蓋をして煮えるのを待ちます。ふつふつと煮込まれています。それでは煮えたので早速食べてみましょう。いただきます。寒くなってくると自然と体が温まる鍋を欲してきますよね。いろいろな具材たっぷりの鍋もいいですが、今回のようなシンプルなものや湯豆腐などが年々頻度を上げています。作るのも簡単だし満足感もあっていいですよね。それでは出来たての柚子胡椒をつけて食べてみましょう。口に広がる柚子の香りの勢いがチューブの柚子胡椒とは全く違います。フレッシュさがあって、この白菜と豚バラを引き立ててます。これはいいですね。冬に常備したいです。炒め物とかに柚子胡椒を使ってもいい隠し味になって美味しいです。あっという間に具材もなくなりました。今日も美味しかったです。で、終わりたいところですが、この旨味たっぷりのスープでせっかくなので締めまでいっちゃいましょう。ちゃんぽん麺を入れて煮て、溶き卵を回しかけ、ネギを散らし、締めの完成です。これこれ、あっさりとしたスープが締めにぴったりです。優しく体に染み渡ります。市販の調味料を実際に作ってみると味の違いに驚かされることが多々あります。過去にもたくさん調味料を作っているので、ぜひ参考にしてください。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。自家製柚子胡椒いかがでしたか？皆さん好きな調味料とかあればぜひ教えてください。自分たちは群馬県を中心にホルモン島田というホルモン屋をやってます。
群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。新しく東京豊島区 JR 駒込駅北口から走って1分の場所にホルモン島田駒込店オープンしたので、そちらもぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。